これからの時期、外が寒くなってくる、それから湿度が下がってくると換気というのがとても大事になるんですが、なかなか寒いと換気が難しいかと思うので、少し換気についてお話ししたいと思います。換気なんですけど、まずこちら窓がずっと並んでますけれど、まあ、どこの窓っていうのではないんですが、ここ一箇所こう完全にこうよく開けた方がいいのかって聞かれるんですけど、ちょっと寒いのでこの5センチぐらいでも構いませんので、開けていただく、定期的に開けていただくことが大事です。その定期的というのは人が多く集まっている時開けていただく、もしくは1時間に1回程度開けていただくとよろしいかと思います。それからですね、こちらあと大事なのは、こちらたまたまこっちキッチンがあるんですけど、キッチンもうすでに常時換気となってますが、これだけの換気でどれだけお部屋全体の換気にはならないかと思いますが、常時をつけておいていただくと少し違うかと思います。で、次もう一つ大事なのが、ここ1箇所だけではなくて、やはり2箇所つけてほしいということですね。これぐらいの広さですと、でこちらもこう5センチほど開けていただくと換気はいいかと思います。